バンドやってますね。一部できないよね。中澤さん。中澤さん。
待ってるよ。
勇気はね、なんかね、自分の周りのね、なんかポイントがいろいろあるの、その路線が山水もここの、ここの珍しいところだよ、山水。何山水だよ。どういう字で書く山水？都会の下から町中央市の内側。あ、山水、バッと水ってこと？なんかで、ここの枯れ山水の山水がどうなの？この車体の、あの車輪のところにから水が出るの。なんで？急勾配を登るための水。ずっと持たないため。水まいたら滑りそうじゃない？いや、急勾配を登るときは、そう、急勾配多分登るときはこれ使うんじゃない？自分に近いさ、勇気を高まってくるからさ、だから自分に捕まってるやつプラス勇気の体重支えなきゃいけない。いや、公園支部から徒歩1分だから強羅が5分に比べてケーブルカーに1駅乗るって意味なの、そこで公園に行くの、うん、1分で着くから
これから5分で着くよ。お母さんそうだった？見たら。どうやかな公園に歩く？歩くぞ。でも、大浦から、ロープウェイに1個乗って、ケーブルカーに1個乗って、ロープウェイとか近いって言うけど。で、公園に行ったら、徒歩1分、公園、シモン。大浦から5分。シモン、神もあるんでしょ？いや、神からはアクションできない。神は箱根美術館、多分。なんであんまり来たことないのよく知ってる。あとどれぐらいこうゴーラムって感じ。後ろ振り向くの、私も来られる。ちょっと前見てください。
シートが一番いい。この電車は箱根湯本よりこの時点まで距離にしておよそ4キロ、標高にしておよそ250メートルほど登ってまいりましたが、これより終点の大浦までの間にさらに200メートルほど登ります。
ど、イノシシ出没注意だって。まもなく森小涌谷。
急方面においでの方はバスにお乗り換えです。ひろこちゃんのお父さんもシンガーさんにしたんでしょ、退職になったんでしょ、結婚としたんですね。ひろこ上にお姉さんがいた。あ、いるよ。当時から結婚だよ。自由だよ、ね、うん、あんたなの、うん、この病院にいるの？移動したとは聞いてない。移動はしないんだから近くて。通勤とかしやすい。一緒の仕事だからね。さんと一緒にいるみたいなんだけど、私より2つぐらい若い人、ちょっと子供がここ行っちゃう、山登り、そういうの見えないんだけどね、もう本当にもう何回も行ってるんだ、やっぱ危険な目になってて、物は取られるよね、お金は取られるよね、命も危ないとこなって、それでもね、行くんだって。どういう心境なんですかね。すっごいよね、あれだから。ちょっと私できないけど、旅行一人の方が行ってる人いるよね、国内ならいいじゃん、それでさ、長いだったら韓国に帰れないと。なんとか帰れない人なんか絵が描いてあるんだけど、そう、
交渉あった気がする。意外とあるね。待ち時間とか意外とあるね。それが言うに持って帰ろうって思った記憶があるから、ね、私がタスクか何のマスクだったらまた忘れちゃった。マチャムワイテムだ。上から降りて、上から降りて、上から降りて、違う通って、通るでしょ。ちょっと力の量が入れる、このポイントに切り替える。じゃあそれはシャバルスとかいうのがあるでしょ。今の力行くとさ、定期的に結構止まるかも。レールから外れてる。でもこの人結構安定してて、その辺にあまり入ってて、レール側に引っ付けるわ。大丈夫よ。出るかに行って、なんか気持ちゃって。我慢できるよ。ちょっとぐらい。我慢。うん。これ治ったの？治すの？これは最初からよ。もう一つピンク。もう一つなんか折れたサボっちゃった。久しぶりに勇気が出る。いつまでたってもクッサン。アメちゃん、これ昔のロマンスカーの人でしょ。あれはだから世界で、ね、お待たせいたしました。ご泣きまもなく発車いたします。しばらく待ちご注意ください。上がったレールの右側のレールマンマンって言うの。これ以上は世界一なんだよ。一番先頭マスター、これがポイント小さいで、ほら、こんな出発するの。待って、はい、はい、かわいい。あ、この子見るのが顔を見るのが行くから。
心配ありができないからね、こういうのが。そうなの、冬がそうでも足が使えないから歩くしかないよ。でもケーブルカー、新カード使えないから歩くよ。もうケーブルカー、新カード使えないから歩くよ。No.